よっしゃ、セッティングは結構決まったんで、ミッション、いきまーす。選ぶことができるね。あ、テキスオルフェンズの。ってことはあれか。バルバトスの第6形態がさ、宇宙世紀の一年戦争のストーリーに出張してしまったっけ、その出張元のストーリーもやらなあかんみたいな感じなんじゃ。つまりこれ。難易度。そんなこと言うたら、ノーマルでちょっとクリアしたらなっちゃうじゃないですか。ノーマルでやってみようかな。いけるかな、ノーマルでいけるかな。あんままだ操作に慣れてないし、ザクで出撃するとなったらどうなんだろう。仲間も用意できんっていうね、まだ。大丈夫かな、な状況。ザク一気でさ、バラバトス相手しなあかんのか。ハルくんがミッションを検索してくれてるから、次のブレイクミッションを選んでいこう。はい。ブレイク修正を完了させれば、私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。いや、これ大丈夫じゃないやつだな。AI なんだから、そこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけど、まだ回答がなくて。もう不明確なことばっかだな。次のブレイクミッションの舞台、ガンダムバルバトスが来た歴史について説明しておこうかな。はいはい、こういうところがさ、このガンダムを知らない人でもそれなりにどうにかなるみたいな。ガンダム好きなんやけど見てない作品もあるみたいな人多いけどさ、そういう人にとってもまだ見てない作品のこともここでちょっとある程度説明してくれるけん、このゲームってええところ。モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏、 PD ポストディザスター、300年代のお話。はい。というわけで今回のミッションは、細かく知りたい人はファイルを見てくださいって感じやな、これ。地球に降下することになるよ。というわけで、鉄血ドルフェンズ見てない人にもこうある程度の説明はしてくれるみたいな感じになるんやな。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表、まかない東五之助さんを本会議場に連れて行く任務だね。ああ、よく見たらバルボ、鉄血ロールフェズの後半あたりなんやな。あの、ファーストシーズンの後半みたいな感じじゃ。なるほど。なったところやな。元代表の再選に協力して、火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。めっちゃ説明してくれよな、バリと。武装した鉄火団やマカナイさんを町に入れたくない。うん、裏で対抗馬と繋がっているから、なおさらね。めっちゃ説明してくれよんで。私たちの宇宙こういうのを見てさ、アニメ見てみようかなってなるんかな。どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの。やっぱガンダムが起点になったような、ガンダムの作品やけん。ガンダムだもんな、そりゃ。タイトルにガンダムってあるもんな。ガンダムが物語を動かすからやな。たまに作品によってはガンダムが出てこない作品もあるけどね。おるな、ギャラルホルのモビルスーツ。グレイズが。聞こえるか、ミカ。あ、団長、ババ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 バで近づいて、どうしよう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 イエーイ、数多いよ。こっち一人しかおらんのよ、お前ら。遠慮してもっと遠慮してな。あー、飛ぶなーい。ちょ打ち上げた、打ち上げ花火。ジャンプをできない、ジャンプが。俺の道も作ってくれへんかな。一人でやいよる、一人でやいよるもん。わが頑張ってる、頑張ってる、もう頑張ってる、頑張ってる。何や、
鉄火団員が確認できないんだよ。そういう感じか。じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ。そうなるね。2人だけで。え、もう何が起こるかわからない。小隊長さん、エドモントンの町へ急ごう。はーい、こっちかな。 X 長押しで、 X の方を長押しでね、打ち上げってことを忘れてはいけません。その後ジャンプして格闘技つなげることを忘れてはあかんな。あれこっちちゃうん、待って、え、こっち、え、あ、俺こっちから来たんか。方向音痴発揮しとるんだけど、お前。あ、スペシャルアタック使えるようになってるな。まだ使う状況ではないのが間違いない。なんか来た。あ、リーオでガンダムウィングから混ざってきたのか。おいおいおい、全く関係ないで。ブブブブブブブ、クラッカークラッカー投げれる、これややこしいね。よいしょ、下がって、おい、早いさ、やってる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 、ラララララララ、間違えた、これじゃない、なんだ、中来た。あ、今回は味方なんじゃ、バルコアトス。じゃあラミネーターアーマー関係なくね、わざわざザクできた意味なくなくてきとんで。ベーッ、アーッ、ユノ、え、鉄火団の団員扱いされたのか、俺。おいら。なんかちょっとエモい感じになってきてる。今回味方おるってことか。よいしょ。知らん知らん。あ、知らんことはないんか。え、ちゃうな。名前は知らんか、さすがに。キマリスとか言われても名前は知らんか。そういうガンダムが敵におっても。そうやな。だってそんな、ガンダムキマリスみたいな名前、三日月に聞こえるように言ったことあったっけって話はもう流れ入れよ。どうやったっけ、あったかもしれんけど。まあ何にせよ、まさ、バルバトス味方なんやな、今回。ちょっと、ボコられてますけど、リーオ相手にちょっとダウン取られてますけど、大丈夫か、倒したー。え、割と俺も邪魔になってるかもしれない。後ろからやられるかもしれない、そのでっかい身、なんか工具で。ゴツンってやられたら、絶対ザク一発でぺちゃんこになる。わかった、邪魔せんように頑張るわ。邪魔になったらごめんな。中来る？リーオが来たら、トールギスあたり来るかな。おっと、トールギス飛び越してエピオンが来た。てか、仮面付きた状態でセックスが乗っとんじゃ、ミリアルドじゃないんやな。いてー。全然違うね。全然違うね。キマリスの木の字もないね。いてー。いたんかわす。いいかわし。あれ？いいかわしって感じの。クラッコー！いたー！やばい、いてー。食らいすぎ。間合いがおかしい、いてー、やばい、リーチが長い、相手の方がリーチが長い、まずいまずい、いけー、スペシャルアタック、おいおいおい、お、結構ダメージ入ってるね。よっしゃ、結構入った入った、いてていて、足速い、やばいやばい、エーペックスのめちゃくちゃ上手い人みたいな感じのキャラコンしてる。いてていていていて、なんか俺しか攻撃しない、真後ろにバルバトスのように、なんか俺しか攻撃しないで、うわー、やばいって、ブブブブ、いて、どこ行った、エピオン変な動きしてる、やばい動きしてる、エピオンモビルスーツ化していいような動きじゃないだぞお前、ヨンヨン、いやー、やばい、食らいすぎ食らいすぎ、クラッカークラッカー効くで、痛い痛い、ご両親ご両親かわしたー、あー、やばい、死ぬ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 、回復の時間くれ、回復の時間くれ、間に合ったー、危なー、死にかけたー、クラッカー、
あとこれもバズーカ向き違う、なぜそっちに撃っちゃう、違うでしょ。バズーカ格闘攻撃入れて回転攻撃も入れていて、わあそれまずいって。回復時間ください。あ、空中でもできるんこれ、オッケー、いけるいける。ガードガードあるん忘れたね。といえば剣を振るタイミングでガードしてどうにもならん。お、打ち上がった、打ち上がったけど追撃ができない。よっしゃ、ブレイクしてる、いけるいける、最後まで押し切れ、ブーブーブークラッコー。よっしゃー、剣を振る暇があると思うな。よっしゃー、倒した。あれ倒れない、待って、ギリ残っとる、これギリ残っとる、微妙に黄色みがある。確かにゲージ、お前ずるいずるいずるい、そんなんゼロだろお前、見た感じゼロだろうがお前それ。ここは我々の居場所ではないというのだ。そうだよ、世界ごと違うわ。そうだ、オルガは、バトラー、オルガ、サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの、いいかな、まだかい。あ、そっちに行かなあかんのか。うん、せめてザクでこんなんと戦うとか言うさ。おい、異能生存体だろ俺。異能生存体極めとるわお前。こんな普通ザクで勝てる相手ではないんよ。勝ったけどさ、なんだこれ。あ、ガンタンクとガンキャノンの設計図に入った、やったー。はいはいはい、おお、あ、あ、え、もう 100%? じゃあガンタンク使えるのかどうか、これ次やったー。遠くからポン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 打てそうな感じのやつ来た。ロールがあるんよな、ちょっと飛ばしてしまうよけど、オールラウンダーシューターみたいな感じで、それぞれ遠距離が得意か近距離が得意か万能型かみたいな感じがあるんよね。よいしょ、わあ、なんかモビルスーツ開発してたらパイロットも加わる、味方につけるんじゃ、ハヤト、ほうほうほう、でガンキャノンの方も、わあ、ってことは、カイシでもおるんじゃ。カイとハヤと味方について、次のミッションはいけそうな感じですな。出た、この、手を両手ついて、土下座のポーズで、キャノン砲を撃つやつ。なるほど、次、3機でミッション挑めそうやね。よっしゃー。ブレイクミッション発生。まだなんか発生したんか。了解だよ、ハロ君。EO にガンダムエピオンと来れば。ああ、そういうことか。アフターコロニーの歴史だね。アフターコロニーね。ブレイク修正は完了するの？全然完了してないからね、さっきから。力データが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？ほら、イタチごっこになってるな。エドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど。ああ、なんか。トレードしたという感じになったんやな、つまり歴史の歴史上のなんかの内容が、今回の場合だったら一連戦争の時代のランボラルのグフとその鉄血のオルフェンズの時代の三日月が入れ替わっとったら、それを元に戻せばよかったのにさ、グフじゃなくてエピオン見つかってしまった感じね。ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。ウォンテントやな、もうウォンテントしてるかな、あかんなわ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ああ、はい、そういうことだよね。つまり三つの世界でちょっと、いえ、時計回りに一つずつずれとる感じや。オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。これ足、あー、なんかこんな感じで A から C、
ごっちゃになった作品をこう一列でまとめとる感じなんじゃな。ダイレクトリーってやつで。ディレクトリー、まあ読み方わからないですね。というわけで今回は C3 つ目の世界、ガンダムウィング、王国崩壊か、やっていきたいと思います。よっしゃー。スキルセットはパイロットスキルが設定できる画面へ。まあなんかああそうじゃ、今回から味方つけれるよな。モビルスーツを選択したらそれに乗っ取るキャラはまあ固定になってますみたいな感じね。一応やりますか。やりましょうや。同じパイロットは選択できない、それは当然か。モビルスーツが別でやってもやね。同行することでプレイヤーパイロットにパッシブがつけられるアライアンスエフェクトっていう。あ、なんかブースト量とブースト回復速度が上がっとんやな、これで。なんか開始点が仲間についたことによって謎に。ロール2機を選択した場合はパッシブ効果の処理が増える。同じ、あ、ロールが違うけんか。ロールをさ3つ分けたらそうバラバラにしたりもできる。あ、リペアの内容も増えとるし。なるほどね。パイロットとは有効度があってそれが高いほど効果量が上がる。しかし味方がシステムダウン状態になったら効果が解除。あ、味方がしないように戦うのも一つ戦いやすくする条件みたいな感じなんやな。なるほどね。これで OK か。今回もザクで行くべきなんか。ザクで行ってみようか。連邦のモビルスーツ2機に支援されるザクである。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。金星って、まあ、ガンダムの世界観って金星出たことないよな。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195ね。地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代、うん、地球連邦政府とは違うけど構図は宇宙世紀と似てるのね。そうかな。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。はいよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によってはちゃんとさん付けしてるからね。あー、どうなんだろうな。ここにグフおるんかな。ランバラールおるかな。また違う違う作品からこんにちはしてこんだろうな。大丈夫かな。不安だな。ランボラールおるかな。違う世界からこんにちはせんだろうな。てか体験版なんだぜこれ。お、ほんまやな、平和そうな街なのに。あ、僕が、あ、これカトルの手下たち出てくるのかな。だったらサンドロック、アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。まあこんな感じでカイドウハヤトが味方やっけん、ハヤトがどうのこうの言うんだよ。カイがわっ、上から出てくるなお前、いきなり怖いわー。あい、え、ザクできて、なぜザクおるなだ。あーってことはザクがおるってことはランボラルもおるかなって感じやな。よっしゃマグラ。別にそんな舞台に入っててつもりはないんですけどね。ブブブブブ、クラッカー、どこ投げよん。あ、ちゃんと当たりやるわ、よかった。中投げる方向違いませんかみたいな方向に、ね、腕動きくらかった、気のせいか。そうだね。そういうことになるもんな。
コーツゴーコーツゴー、今回はちゃんとグフ出てきそうやね。だったら間違えた、俺がとどめする。よいしょーい。あ、来るか、ランボラール、グフ。来たー。おっと、ランボラールじゃない、グフもおる。てか、ザクマシンガン持っとるな。そうやな、おかしくはないよ。おらんのかい、ランボラール、おらんのかい。多いなあグフ。あれトーラス出ないかお前。普通にオズのモビルスーツも出てきよんな。普通か、それが、それが普通なんやけど。わ、こっちにもザク、グフおった。ガンタックえらいパワフルな動きしよんな。思いっきり格闘攻撃振らんよらんかったかお前。おいじゃい、カートル様に頼るな。あとこっちか、おるな。撤退してきよ、逃げていっきょる。待てやこれ、待て、そう。出てくる、ラボラル。何、なんかやばそうなんてできてますやん。なんだよ、ランボラルのグフじゃないやつできそうな感じの流れで。知らんやつおるー、知らんやつ出てきたー。わー、このゲームのオリジナル級の機体とキャラが出てきたね。顎のあたりがちょっとゼータみたいな形状してるね。なんかそんな感じがする。いてぇ、よいしょー、スペシャルアドーク、よいしょー、いてて、いえいえ、火力が高い、クラッカー、よいっちゃー、ダウン値が全然減らへん。ハーネスマーキュリー、バズーカー、いてー、なになになに、いやいやいや、じゃあ死ぬ、さよなら、回復してくる、助けてー、よいしょー、オッケー。後ろから、後ろから、よいしょ、結構削った、危なっ、いやーい、わあ、ハヤトやられた。アムロに勝ちたい、アムロに勝ちたいって言ったけど、この程度だった。ああ、よいしょよいしょ、来る、マシンが撃ってかわせてない、連続攻撃が強い。回復入りまーす。よっちゃー、オッケー。かわした、かわした。いい感じでかわした。バズカー、ワイヤー、あら、当たってない。ブブブブブブブ。ブクラッカー、かわせない、かわせない。かわし方がちょっとまだ確定できてない。でも倒したー。こんな機動力の高いそうなガンダムにさ、ザクで勝てた。あ、ザクを突、ザクが後ろから背中ギシーって切ってるところ。やったー。なんかダウンしとったハヤトを起こしてくれとんだ、いつもいいか、カイが。どこ行けばいい？
え？え、ランボラール見つける前に終わってしまったん？うまくやれたな。ありがとう。お前一回死んでるわ。おいおい。ランボラール出てこかったでないか。結局。当初の目的達成できません。あ、拡張パーツ。ほう。こういうのをつけてもモビルスーツ強化できるんやな。でもまだザクやけんな。もうちょい俺の好きなモビルスーツ出てきてからにしたいなって。危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。誰やねんあいつっていうやつできたな。よく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。もう直す気ないだろうって感じもんな、あれ壊れ方は。最後のガンダムは何だったの？ハーネスマーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる？そうだよ、なんか遊戯王の主人公におりそうな声しとったぞ。私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。え？あのガンダムラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。うやばいで、ね、G ユニバースの方の人間でないから。どう考えても。ガンダム。なのに私たちのことは知ってるみたいだったけど。パイロットとプログラマーがどうとか。よったよった。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したからしばしお待ちよ。はい。ミッション発生。トゥルーミッション発生。何そのトゥルーミッション。ハロ君いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。あ、ってことは今度こそランボラルのグフおった？これで消えたランボラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せで。ナイス。歴史への再登録って具体的にはどうするの？もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランボラル隊と戦うの。あ、今回はちゃんとランボラルが出てくるようなクエストになるんやな。ランダムバルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。確かに。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく正しい歴史をなぞることが重要だよ。はい、つまり私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。ほう。トゥルーミッション。ユノ、頑張れ。小隊長、頑張れ。頑張ろうわ。やるわよ小隊長。私たちの歴史の修正だものね。そうだね、これが僕らの共同作業だもんね、ユノちゃん。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。オッケー。